おはようございます。もしもです。今回はですね、農地ラスパを組む上で注意するべきことをね、6つ挙げていこうかなと思います。まあ、今来てるね、星を紡ぐ精霊フェスに一応ね、農地ラスラインナップされてるし、この前来てたゴッドフェスでも一応農地ラス結構高めの確率で排出されてたんで、まあ、そこで引けて、まあ、もしかしたらね、どういう感じでパーティー組めばいいのかね、いまいち分かってない人がもしかしたらね、いるかもしれないんで、今回は注意すべき点ね、6つ挙げていこうかなと思います。まず注意すべき点一つ目はですね、このリーダースキル、変身前のね、リーダースキルですね。木を6個以上つなげて消すと攻撃力16倍、貴族性の HP1.5 倍ということで、まあ、これ非常にね、弱いです。まあ、こう何年前だっていうぐらいこのね、リーダースキル弱いので、もうさっさとね、変身させたいんですよね。で、肝心の変身ターンなんですけど、25なんで結構ね、重めですよね。まあでも高難易度ダンジョンだと敵から一発ね、こうダメージをもらっちゃうと、まあ即死する可能性があるので、まあ、できれば遅延とか、あとはヘイストとかね。で、まあ、なるべく敵から攻撃を食らう前に変身したいですよね。まあ、最低でもね、25ターン分、最初にスキルが溜まった状態、まあ、もしくはヘイスト、あとは、まあ、遅延かなんかでね、25ターン貯めてあげないといけないっていうところが、まず一つ目の注意点かなと思います。はい。で、二つ目は指ですね。まあ、アリナとか、まあ、アルテミスとかね、まあ、あとは超天聖フレイヤとか、意外とノーチラスパでよく見かけるキャラって指持ってないので、指がね、意外と短くなりがちなんですね。なんで、まあ、パズパスバッチとかね、あとは指多めのキャラを編成してあげるっていうことが、ね、必要になってきます。まあ、パズル上手い人はね、まあ、そんな指長くなくても組めるんですけど、普通のプレイヤーはちょっとね、指は長くあった方がいいと思うので、指多めのキャラを編成してあげるっていうところ、もしくはバッチで補うっていうところがね、必要になってくると思います。なので、二つ目はね、指がちょっと短くなりがちだよっていうことですね。で、三つ目は回復力ですね。このノーチラスのリーダースキルに回復の倍率がないので、回復力もね、結構心配になってきますね。まあ、なので、アシストでチーム回復力強化だったりね、あとは、まあ、それこそね、バッチで回復力を補うのもありですし、回復力高めのキャラを入れて回復力を補っていくっていうのがね、結構必要になってくると思います。まあ、高難易度になればなるほどね、結構回復力って必要になってくるので、まあ、そこもね、結構対策してあげたいポイントの一つかなと思います。なので、三つ目は回復力ですね。回復源とか来るとね、非常にきついので、回復デバフを上書きできるね、キャラを編成するのが、かなり必要になってくるかなと思います。まあ、例えば、超天聖フレイヤーとかですね。あと、アナザークルセイダーとか、あと、学園バレリアなんかもね、結構いいかなと思います。で、続いて4つ目ですね。4つ目は、そのさっきの回復力の話と繋がってくるんですけど、結構ね、毒の目覚めとか降ってきて、でね、毒が消えると、まあ、HP2 倍なんで、結構ね、HP 減っちゃうんですよね。なんで、まあ、毒目覚め耐性は必須レベルでつけておいた方がいいのかなと思います。これが4つ目ですね。回復力の話と繋がるんですが、毒目覚め耐性は結構必須レベルでつけた方がいい。っていうのが4つ目でした。で、5つ目ですね。5つ目は、このね、ノーチラスのスキル見てもらえばわかるんですけど、光ドロップを機に、闇ドロップを回復に変化ということで、これ生成スキルじゃなくて変換スキルなんですよね。なんで盤面に光とか闇がないと、そもそも変換して色を作れないということが、まあ問題として上がってくるんじゃないかなと思います。まあ例えば、盤面全部回復にしてくるキャラだったり、あとは毒にしてくる、まあ、キャラだったりとね、まあそういった敵が出てくるダンジョンでは、まあアシストで陣とか継承させてあげるのがね、必要になってくるかなと思います。これがね、5つ目ですね。まあ、変換スキルだからちょっとね、ダンジョンによっては注意した方がいいんじゃないかなっていう、まあそういうね、お話でした。はい、で最後6つ目ですね。6つ目、このパーティーちょっと見てどうですか？なんか一見良さそうに思えますよね。なんですけど、このパーティーね、実はね、欠陥パーティーなんですよ。まあ明らかな欠陥があるんですけど、わかりますかね？まあヒントとしてはこの天聖ルシャナですね。自分ね、セリカ持ってなかったので、まあ、セリカに似たキャラで、まあ同じようなね、役割こなせるキャラでなんかいないかなと思って、まあ、ボックス探してみたら、このね、天聖ルシャナがいたんですよ。なんでね、脊髄反射的に、あ、これいいじゃんと思ってパーティーにね、組み込んだんですけど、結論、ウラマロウのジルレガード戦でですね、木が欠損してちょっとね、死んじゃったんですよ。いやいやいやと、ノーチラス変換できるし、木欠損するわけないやんってね、もしかしたら思う人もいるかもしれないんですが、ジルレガードってね、ロックの目覚めしてくるんですよ、99ターン。これ正解はですね、この L 字です、L 字。これルシャナ L 字もあるし、暗闇もね、あるし、あ、すごいいいじゃんって思ったんですけど、このね、副属性にご注目ください。光なんですよね。で、ノーチラスの変換色覚えてますかね。ノーチラスの変換色は光を木に変換っていうねスキルなんですよ。でノーチラスのリーダースキル、木を6個以上つなげて消すとってあるんで、まあ、木は絶対6個つなげなきゃいけないじゃないですか。で L 字ね何で組むかっていうと、まあ、光か木ってなってきますよね。で光でね L 字組もうとするとノーチラスのスキルで光がね木になっちゃうから組めないじゃないですか。で木で組もうとすると、まあ、最低でもね6と5で11個ね木が必要になってくるんですよ。で裏マロウねボスのジルレガード戦行くときは大体もうノーチラスの木目覚め終わってるのでそんなに盤面に木がない状態なんですよね。まあ、変換使って、まあ、ギリギリ6個とかね9個とか、まあ、あるぐらい、まあ、そういうレベルで
盤面に木はねそんなに降ってこないので、なんでまあロックが解除できずに欠損して負けちゃったって感じなんですけど、これセリが副属性火じゃないですか。これ副属性火だと別に、ね、火干渉しないんで、まあ、火の L とあと木6個つなげれば、まあ、それだけで半減も晴れてロック目覚めも解除できると。なのでこのセリが副属性が、ね、火っていうところが、ね、非常に優秀ですよね。まあ、このスキルもね3と2で、まあ、若干こっちの方が一旦重いんですが、まあ、というよりはですね、やっぱり光か火っていうのでも全然ね話が変わってくるんですよね。で結構木属性の優秀なサブって、まあ、副属性光のことがね多いんですよ。まあ、アリナだったりね、アルテミスだったり、まあ、この辺も光ですよね。なので、まあ、例えば、まあ、L 字欲しいなと思って L 字の武器をね例えばアリナにアシストさせたするじゃないですか。そうすると副属性光なんで転生エルシャナみたいなことがね起きて欠損して負けちゃうってことがね全然起こりうるので、なんでもし L 字を採用したいなってなったら副属性が木と光以外のねものに L 字をアシストさせてあげたり、まあ、L 字を持ってるキャラをね編成してあげるのがいいんじゃないかなと思います。ここ意外と見落とされがちかなと思ったので今回上げてみました。まあ、セリカとか入れる分には全く問題ないんですけど、まあ、他のキャラで補いたいっていう時には、まあ、ここだけ注意かなっていう、そんなお話でした。はい、というわけでね以上6つ項目上げてみたんですが、どうですかね。まあ、最近よく言われてるのはね、ノーチラスとロザリン一体どっちがねリーダーとして強いのかとか、まあ、そういう話結構言われてるんですが、まあ、それはね、まあ、気が向いたら別の動画で話そうかなと思います。というわけでね、最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらね高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。バイチャアディオス。